じゃあ行きましょうか。7ですね。いや、どうかな、サクッといけるかな。でもなんかあれだよね、なんか複雑な気持ちになるのはさ、なんか日々さ、一生懸命こうサムネ作ったりさ、いろいろやってるじゃん、動画 YouTube の方で。でもそのパッと撮ったその雨の様子の動画の方がやっぱり回るんだよな。 そこはちょっとなんか、なんて言うんだろう、ちょっと複雑な気持ちにはなるよね。ここに風の炎の、水の氷の氷。どうしようかな。氷、あ、足りないのか。ほんまに複雑ですよね。 何がいいのか分からなくなりますね。そうなんよ。まあ回ってくれれば、まあまあ結果いいんだけどね。結果いいんだけど、いいっちゃいいんだけど、まあそういうもんよなぁとは思う。検索需要ってそういうことよなぁとは思うもんね。で、あと3個か。こんなもんかな。炎スライム、大型炎スライム。どうだろう。一応大丈夫か。抜けるなよ、抜けるなよ、抜けるんじゃないぞ。
よし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 。とりあえず行けた。このスライムか。あ、なんだあいつは。待て。炎系がえぐいな。なんとか粘れ。よし、4体いかれた。あ、炎いらんなこれ。炎系が結構強いんだな。あ、てか別に変えればいいんか。マジ炎系ばっかりなんだな。炎系じゃねえや、水大事だな。くで水をかければ足止めできるけど、攻撃が間違えた。届かんのかなここ。いやー、あと7。ビサップか。残り6体とか、あ、いけたわ、多分。いけたはいけたんかな。ここはもう炎で行った方が良かったな、ほんと。
この氷でどうにかやってほしい。なんとか下がらせることはできるんだな。待って、お、倒した。なんとか水元素を食らわしながらならありえるんだな。聞いとる。これはいけたな。やったなんか最近見るダムで原神配信する人増えた気がします。マイクラの配信も新規ワールドから参加募って増えた気がします。新規ワールドから参加者募って増えた、あ、っていう、新規ワールドカー参加者を募る人が増えたってこと？いや、なんか全体数が増えて、配信者の全体数自体も増えていきょうるような感じはするよね。競争率が上がっていくとやっぱり降格目安も上がっていくだろうから、どうなっていくんかいな。
お、シーズン任務。レベル6まで上げる。45までいった。2個分かった。浮世風画かな。いつもエペやフォトナの配信されてる人が行ってみたらマイクラ配信してたみたいな感じです。あー、なるほど、マイクラに流れてってんだ。なんだろうね、需要が出てきてんのかな。どういうあれなんだろう。あれかな、もうエペもフォトナももう飽和状態になって、ちょっとじゃあまあもう多すぎるからマイクラでもやってみるみたいな流れなんかな。何なんだろう、どういう流れなんか気になるの。エペとフォトナに偏りすぎてるからな、ミルダムの場合は。ベネットさんだな、やっぱ。ベニー冒険団出発。もうちょいだな。いや、福引き。ああ、どうぞ。あ、ワグマさん、亀梨さん、梅物さん、おめでとう。マイクラの需要に気がついたんでしょうか。まあ、確かに、あ、どう考えても供給が少なかったよね。だって YouTube とかとの割合から考えるとどう考えてもおかしかったもんな。どうなんかな、配信者が増えたっていうのに伴い、視聴者ももしかしたら増えてきてるのかな、ちょっとあんまり体感しないけど、それだとしたら、マイクラを求める声っていうのも、だいたい YouTube の方から流れてくるのも多いんじゃないかなと思うから、そしたら、マイクラやらないんすかみたいな声が多くなっていくっていうのも、まあ、考えられるわな。想像できるわな。梅桃さん、リンゴ飴ありがとう。ちょっと10で出してみようか。今日クリアできんかったらシャレにならんかな。自分はマイクラ好きですね。マイクラも面白いよね。いやでもなんか俺がやってもなんか最近あんまり反応ないから、なんかやらんでいいんかなとかってちょっとなってきたんだけど、どうなんだろうな。